井上隆弘4月2日台は、日本の政治家、衆議院議員、福岡県議会議員、財務大臣補佐官、財務大臣政務官などを歴任した。福岡県福岡市博多区の中洲に生まれる。祖父、塔ともに、福岡県議会議員を務めていた。福岡市立霊勢小学校、福岡市立博多第二中学校、西南学院高等学校、 独協大学法学部法律学科卒業。2003年4月、祖父、父の地盤を引き継ぎ、福岡県議会議員選挙に、博多選挙区から立候補し初当選。その後、2007年、2011年と、連続3期当選。2012年、任期半ばで、県議会議員を辞職し、第46回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、 福岡一区から出馬。当初、自民党福岡県連は、小賀誠秘書の新海祐治を公認候補としていたが、最高顧問の麻生太郎が、この決定に難色を示した。そのため、党執行部内で再検討が行われ、最終的に総裁の安倍晋三が、井上の擁立を決めた。そのため、安倍チルドレンと呼ばれる。福岡一区は、 小選挙区制が導入された1996年以降、5期連続で民主党が議席を確保している民主王国だったが、環境大臣、内閣府特命担当大臣などを務めた前職の松本流を破り初当選。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、新会との公認争いで党内が分裂し、最終的に両者が無所属で、 福岡一区から立候補した。同選挙で井上は、新会や民主党現職の山本強司政を抑え再選、自民党の追加公認を受けた。2017年の第48回衆議院議員総選挙で参戦。2018年9月、麻生太郎財務大臣より財務大臣補佐官に任命された。2019年に、 福岡市で開催される G20 財務省、中央銀行総裁会議の準備を主に担当する。2019年9月、第4次安倍第二次改造内閣で財務大臣政務官に就任。2020年10月、自民党財政、金融、証券関係団体委員会副委員長。2015年6月25日、 自民党内の勉強会文化芸術懇和会において、福岡の青年会議所理事長の時、マスコミを叩いたことがある。日本全体でやらなきゃいけないことだが、広告の提供にならないということが一番答える、などと述べた。同27日、自由民主党幹事長の谷垣定一は、同党本部で記者会見し、同発言を行った井上を厳重注意としたほか、 同様に問題発言を行った長尾隆大西秀夫厳重注意とし、さらに東海代表の木原実、自民党青年局長を同日付で更迭し、1年間の役職停止処分とした。2012年の総選挙時に受領した寄付金1300万円を選挙運動費用収支報告書に記載していなかったことが2015年7月3日に発覚した。 公職選挙法は、選挙にかかったすべての収支を報告書に記載する、う義務付けている。井上の事務所は、取材に対し、自民党本部から受け取ったお金で、選挙費用に使ったが記載を忘れてしまった。外部の指摘で判明したなどと説明し、福岡県選挙管理委員会に修正を届け出た。井上の事務所によると、1300万円は、投開票日6日前に、 党本部から井上が代表を務める党福岡県第一選挙区支部に入金されたもので、支部は同日、選挙関係費として井上に全額を寄付した。実際には1300万円のうち764万円余りを選挙運動費用として使い、残る535万円余りは金庫に保管していた。事務所の担当者は、535万円余りは3日。 支部に寄付したと話している。1994年頃から2000年にかけて、井上の愛人だった女性から、当時 DV を受けていた、と告発された。ありがとうございます。